こんにちは、コンベイソです。今回はドゥルルルルパン、何玉だったっけ、ちょい玉です。ちょいちょいいつ引くんだよと、ちょいちょいいつ属性選ぶんだよと、今日行きたいと思います。ということで、ちょい玉、ちょい玉って受け取ったかな、わかんない、ファン玉でした。ファン玉だった。ちょい玉は引いたね、動画で引いたね。はい、ってことで今回はファン玉こちらですね、引いていきたいと思うんですが、なんかすげえ勘違いしてて、まあこうやってね、グループがありますよと、アーサー組、なんとか組みたいな、なんかこうやってありまして、これね、これでね、ガチャ引けると思っちゃったんだよね。そうそう、トップ20ガチャ引けるのかよみたいな、10連とかでね、最高やないかよみたいな思ってたんだけど、すげえ勘違いしてたの、うん。だからほら、ストライカーズコレクション、何年前ぐらいかな、すごいガチャがあったじゃない。そんな感じ、いや、やべえなと思ってたから、まあ、近かった。すげえ勘違いしてた。なので、まあ、もちろんオーブはね、貯めておくのに越したことはないので、まあ、メールではね、結構溜まってはいるんですけど、こちらかな、ハロウィンの、まあ、同時ノンの、ノンのじゃない、同時リボンベートーベンですね、これのやつを20連ほどちょっと引いていこうかなと思います。はい、まあね、一応今でも悩んではいるんだけど、悩んではいるけど、今何日だ、まだ大丈夫か、モン玉、まあ、ギリギリまで行こう。あとね、100、200くらい貯まるかな。7000くらいね。はい、ってことで、まあ、結局ね、トップ20が欲しいかな。メインだと、まあ、ソロモン3体いるからいいかなって感じだけど、持ってないと、シャラコホームズ欲しいな。で、ツタンが3体目欲しい。ガブリエルも欲しくって、コマチも欲しいかな、3体目。欲しくって、で、カマエル。あ、長押しで見れるのかな、カマエルは持ってないので欲しい。カマエル、エンジェリディーバー、サンダルフォン。かな、ここは欲しいかなって感じですね。弁財天は3体いるから、まあ、もう1体いても、まあ、全然いいけど。って感じではあるかな。こっちとかだと、まあ、でもね、部分で欲しいキャラは、いる。かな、まあ、パックはいらないけど、まあサブではいるけど、千の利休とか、まあ、ここら辺は確かに欲しくはなるけどね。でベディビアが確かに欲しいけど、サブで当たったのでカシモはいつでもできるかなって感じかな。まあ部分でね、ほんと欲しいよりね、チェシャ猫かもう近畿でね使えたりとか、ギャラルホルンはここで見れるのか、ラウドラ、そうだね、ラウドラ近畿とかか。いやー、めちゃくちゃ悩むよね。ハイビスカスも欲しいしね。これでもね、サーブにいるんだよね。で、自分が狙ってたデビルズパンクインフェルノは、ここにいると。でも、トップに引くっていうね。まあ、引きたくなるよね。はい。ってことで、行っていきましょう。発言が、カマエル、エンジェリディバ、あとあれか、シャルコホームズ、サンダルフォンでございます。はい、トップ20いきましょう。結局さ、引きたくなるよね。ここが、ここら辺のキャラが結局引きたくなる。ちょっと危ないところで画面止まりましたが、行っていきたいと思います。大丈夫ね、ポン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 、 OK だね。いきます、引っ張って、6周年、おめでとうございます。7周年に向かって楽しんで、モンストストライク確定数もあるらしいね。あるんだよね。ただ限定が確定ってことは、朝が出ないってこと。おほほほほ、ラミエルに愛されてるかも。ラミエルすごい、あ、そっか、得意か。あと、とりあえずタカルターン
にスイッ、あ、重心化じゃないから1個だ。あ、まあ、過激則はでもいい、同族の過激則良くない？でもめちゃくちゃいいよね。ラミエルではないけど近畿だけでほぼ使ってるとかバレバレだよねこれね。9回でもラミエル好き。でもボールが可愛いよね。だいたい近畿でしょう。あとあそこでもまあ使ったけど玉露でかカイン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 かな。はい、ありがとうございます。まだ引きたいです。まだ引きたい。楽しい。ガチャオーブありますって感じ。引きたい。むしろファンダム1個じゃないかもしれない。もう1個くれるかも。わかんないわかんないわかんないよ。くれたら嬉しいなってことです。ってことでモンストナイトハロウィンナイト行きましょう。モンスト復刻ハロウィンのこれ新しい方だよね。ん？古い方か。あ、こっち古い方ですね。こっちが新しい方だ。ん？こっちが新しい方か。だね。ルイシキャルルアルファ、クセヒメアルファ、アリババアルファか。まあ、こっちだね。同時欲しいっす。20連で行きましょう。なんかどっかクエスト行こうかなと思ったんですけど、ガチョ動画にしましょう。今回ね。覚悟タイム！なんかすごくキャラが出にくいみたいですが。確定数はいかに出るかな。オッケー、今のとこなしね。こっからなんかさ、タマコがオーラ持っとってるさ、ピカ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 みたいな演出とかあったらさ、おーってなるよね。おお、これ見たこと、え、見たことない。貴族性、あ、びっくりしすぎてケーブルを思いっきり動かしてしまいました。申し訳ございません。いきましょう。これトルマリンだったんだ。え、超嬉しいんだけど。これでよく見てたんで、アラミタマだよね。なるほど。あ、トルマリンってこういう見た目だったんだ。わりかしかっこいい感じなんですね。はい、ありがとうございます。トルマリンはでも嬉しい。うん、はい、あれワクワク食べたい。まあ、食べたいけど食べたいけど。では最後の10連いきましょう。トルマリンも嬉しいけど、ここで来るのは限定キャラお願いします。もう一回。なんか11個出た感じした。今スムーディースムーディースムーディー、うーふー、スムーディー。今回はモンスト6周年イベントかなのファンダマとハロウィンガチャを引いてみました。まあ、ハロウィンガチャはやっぱりめちゃくちゃ闇って言われてるのがあれですね。20連星子1か。まあでも、まあいい方なのかな。星子1ってか限定じゃないけどね、出てきたのは。まあ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 って感じ。まあ超重心祭ではないからね。でファンダマはまあ安心だよね。トップ20引いてればまあとりあえず強いキャラは出るしね。最初の方ウリエルゲットしたらめちゃくちゃいいしね。まあ重心化回もありえるし、まあ、なかなか美味しいガチャを引けたんじゃないのかなというふうに思います。はい、でもそんな まだ6周年のイベントがあるかもみたいなね言われてるんで、そこはまあちょっと期待でっていう感じかな。はい、ってことで7周年もまあ多分事前イベントとかあると思うので、まあそれも含めてね楽しんでいけたらなというふうに思います。ということで今回は改めましてモンスト6周年イベントのファンダマ、はい、プラスハロウィンガチャ聞いてみました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。やばい、このままじゃ終われねえぜ。ゆくで。
確定のストライク。シャウト。ガチャガチャ、エクストラタイム。星玉がたまりそうだから、ちょっとここまで行かして。ここまで、星玉まで行かして。ちょっと、ここまで行っちゃう。動画閉めたのに、ここまで行っちゃうっていうね。謎展開見せましたが。よし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 。おー、キョ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 、リボンね。よし、来ますよ。同時。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。カモン。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。